クアオルト健康ウォーキングはドイツの療養地で行われる運動療法、気候性地形療法を基本に日本の環境に適合させた健康づくりの手法で、個人の体力に合わせた無理しない頑張らないウォーキングです。令和5年2月11日名古屋市中区の久屋大通りパークコース水の宇宙船から号がクアオルト健康ウォーキングを実施する桑の道パークとして認定されました。を利用したコースを作りまして、この度桑の道として正式にお認めいただけることになりました。認定証久屋大通りパークコース水の宇宙船から号桑の道パーク、狂気のコースはドイツの気候性地形療法を基本とするクアオルト健康ウォーキングを都市公園を中心に周囲を活用して実践するため、久屋大通りパークコース水の宇宙船から号をクアの道パークとして認定します。2023年2月11日株式会社日本クアルト研究所代表取締役大城隆之、おめでとうございます。あなたはクアオルト健康ウォーキングの都市公園を中心に周囲を活用するクアの道パーク久屋大通りパークコース水の宇宙船から号の実践指導者養成講習会において全カリキュラムを習得されました。ここに上記クアの道パークを活用したクアオルト健康ウォーキングの実践指導者に認定いたします。おめでとうございます。最後いきます。はい、ありがとうございます。私自身体力にとても自信があったので、あのクアオルト健康ウォーキングをどんな感じだろうというふうに感じていたのですが、体力はもちろん大丈夫だったんですが、その日の夜睡眠の質の良さにとても心を動かされて、あのクアオルトの資格を取ろうというふうに決意しました。私自身今まで睡眠に対してそこまで深く考えたことがなかったのですが、あの日を境に睡眠の大切さを自分の中でも大切にしたいなというふうに思いまして、これは一人で大切にするのはもったいないというふうに思ったので、同世代だったりとかもっと若い世代に睡眠の大切さ、また食事や運動の大切さも含めて、このクアオルト健康ウォーキングを皆さんに進めていきたいなというふうに思いました。皆さん、私と一緒にクアオルト健康ウォーキングで健康になりましょう。この番組はスペシャルチューブと題しまして、主に中部地区でご活躍のスペシャルな方をゲストにお呼びして、私平松雅恵がお話を伺う番組です。本日のゲストは株式会社日本クアオルト研究所代表取締役大城隆之さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。はい、先日も歩いていただいて。そうなんですね。ということでちょっと大城さんのご紹介をさせていただきます。はいはい、2度の心臓手術をされたんですね。その後にドイツで心筋梗塞や狭心症のリハビリに使われている運動療法、気候性地形療法というんですね。これ日本ではクアオルト健康ウォーキングという、まあ、運動の指導になるんですけれどに、まあ、巡り合いまして、これまで130以上の自治体を訪問してクアオルト健康ウォーキングの啓発普及に尽力をされてみえます。はい、2月11日ですね、この久屋大通り公園で、はい、その歩く健康イベントに私もですね、まあ、撮影を兼ねまして参加させていただきました。はい、驚いたのは最初にですね、ちょっともうはめちゃったんですけど、
これはめてくださいってこれ何なんですか、ま、これ手首血圧計なんですね、うんうん、スタートするときにですねその日のコンディションをこう、皆さんに分かってもらうためにですね、うん、血圧をこの測ってもらうんですね。そうなんですよね、はい、これをいきなりこうはめてくださいということで測ってくださいっていろいろこうシートにね記入をさせていただきました。びっくりしましたよ、歩くただ歩くだけかと思ってたのにっていうことなんですけれども、これが中区役所の方からスタートをしたということでね、中区役所の主催のイベントと、ね、そうなんですね、政令指定都市では初めて名古屋市中区さんが事業としてその区民、うんね、市民の皆様にですね、この仕組みを提供するということがスタートしたんですね、うん、すごいですね、名古屋からということでね、はい、はいはい、まあそのクアオルトっていうのは、はい、まあそもそもどんなものなんですか。はい、これドイツ語なんですね、うん、日本語に訳すと、療養地だとか健康保養地っていう意味なんですけれども、うん、まあ、非常に質の高いですね、そのサービスを提供するその地域をクアオルトっていう名の付きですよ。地域なんですね。そうなんです、はいはい、でそこから、まあ、それをクアオルト健康保機になっていくわけですけども、はいはい、どんな感じのどんな特徴があってというか、もともとドイツ。そうなんですね、もともと心臓のリハビリテーションに使われていたものなんですね、うん、で私心臓手術2回ほどしてますので、うん、その心臓手術をした人がいきなりですね、うん、急激な運動強度が高いものをですね、はい、運動すると良くないので、うん、運動強度を心拍数でコントロールします。大体160から年齢を引いた心拍数で、うん、しかもその持久力を上げてもらうために、ね、そうなんですね、はい、年齢を引くんですね。そう160から年齢、大体、うん、運動強度が55から 60% って言われてるんですけれども、はい、皆さんがもう計算自分の年あれして計算そうですねしてみてください、はい、あとはこの体表面温度っていうものをですね、はいはい、こういった体表面温度、うん、こういう放射温度計でこう測るんですけれども、うんうん、平均で2度下げると持久力が倍になるというエビデンスがドイツで出たんですね、うん、表面なんですね、表面が測れる、はい、このちょっと失礼すると、はい、平松さんは今 31.3 度の体表面温度なんですね、はいはいはい、これはお水だとか風を使って、うんうん、冷気と風を使って上手に冷やしていくとですね、はい、この表面の毛細血管がこう縮むことによって、うん、そこに運ばれる酸素と栄養が筋肉に戻って、うん、疲労物質が出にくくなるっていう内容なんですね。初めてですね、聞きましたね、はい、まあ、それをご自身がドイツに行って、はい、まあ、体験されてという思い方ですね。そうですね、うん、まあ、非常に合理的だなと思ったのはですね、うんうん、運動強度をこう参加者の皆さんに合わせるということは、うん、それだけ事故が少ないっていうことなんですよね。私のような人間がドクターからいきなり大城さん運動してねって言われた時に、うん、いきなりフルマラソンに挑戦すると、うん、血栓がまたできてしまってポンって飛んでしまって、うん、脳で止まれば脳梗塞になるし、うん、冠動脈の付け根で止まってしまったら心筋梗塞になるので、うんうん、ドイツはそういったところを運動強度を、まあ、55から 60% 頑張らなくてもいいよっていうようなですね、度合いにしてるんですけれども、うん、運動強度が 55から 60% だと、うん、運動効果はじゃあどうなのっていう質問もあるんですけれども、うん、そこはですね、体表面温度を平均で2度下げることによって持久力を倍にしてる。なるほど。そういう極めて合理的なウォーキングなんですね、まあ、でそれをドイツで、まあ、学ばれてですね、どうして日本にこう入れようというか持ってこようと思われたんですか。そうですね、もともとこれは15年前から山形県の上山市さんが始められてたんですね、うん、ああそうなんですか。そこに私たまたま行きまして、これを広めている方とですね、うんうんうん、出会ってですね、あこれはやっぱりもっと全国に広めるべきだっていうふうに思いまして、ええ、今活動を続けています、じゃあ、まあ、ドイツのお写真がいろいろありますので、はい、ちょっとさらっとたくさんありますので、はい、まあ、ちょっとお話を伺いながら、はい、皆さんには見ていただければというふうには思うんですけれども、はい、こんな形で。そうですね、これはガーミッシュ、はい、パーデンキルヘンというところで、うん、ここでこのクアルト健康ウォーキングのベースになった気候性地形療法という運動療法が、うん、まあ、生まれたんですね、うんうん。ツークシュピッツェというですね、ドイツで一番高い山なんですけどね、うん、オーストリアと、ドイツの国境のふもとなんですけどね、すごく自然環境が豊かなところなんですよね。
まあ見るからね、こんなところでウォーキングどちらかというと、まあ、ちょっと言い方だけど田舎の方でやる、そうですね、やってたというか、そういう感じですか。いろいろな場所があるんですけどね、うん、海辺を使うところもあれば、都市を使うところもあるんですけどね、うんうん、でそのまあウォーキングはちょっとこの前参加させて、はい、分かったのは、はい、きちんとインストラクターというかそういう方が一緒について歩くとい う, こうコースを設定して、おっしゃる通りですね。それをこう今自治体さんと一緒にですね、はい、クアウト健康ウォーキングをこう実施されているわけですよね、はい、そうですね、はい、自治体さんは、まあ、いくつくらいどんなところあります？今です、まあ、愛知県だったら愛知県だと岡崎市さんとか、うん、お隣の岐阜だと岐阜市さんとか関市さん、飛騨市さん、白川村さん、うん、そして美濃加茂市さんなんかがですね、はいはい、まあ、この取り組みをこうされてるんですけど、はい、全国で25の自治体の皆様、はい、今はい、今もお聞きした割と田舎が多いですよね。ね、この度ね、はい、この久屋大通り公園に、はいはい、その現行 のクアウルドの認定、はい、のコースがオープンされたと。そうですね、うん、我々どんなコースですかね。じゃあここはですね、うん、今 2.… あ、出ておりますね。あ、そうですね、うん、こういうコースで 2.77 キロなんですけれども、うん、いろいろその心拍数をこううまくコントロールするので階段をこう上手に使ったりとかですね、 あるいはですね地下街にこう降りていった時、 あるいはですね、うん、一番奥に芝生広場とかね、いろいろな芝生の、うん、広い広場がありますので、うん、そこでヨガの呼吸法をやってみたりだとか。ヨガも、はい、まあ、いろいろ、じゃあいろんなところでじゃあヨガもやって、はい、それも参加してくださいっていうウォーキングコースなんですね、はい、運動と栄養と休養のバランスを取ってくださいっていうのがですね、このウォーキングの一つの大きなポイントでもありますね。まあ名鉄さんなんかも駅で降りて、はい、そこからクアウルト健康ウォーキングってたくさんこうちょっと私パンフレット見させていただいて、他にやっぱり企業さんもそうですね、いろいろと取り組まれて、うん、メテさんがですね、うん、今年の春はこの久屋大通公園とですね、うんうん、岐阜市と岡崎市さんでこのウォーキングのイベントを、うんうん、されるってことが決まっていまして、うんうん、徐々にこの東海エリアもですね、ワールド健康ウォーキングが広まってきましたので、ぜひ平松さんと連携していろいろとです ね広げていけたらななんていうふうに思っております。ねえ、まあ、私もねはっきり申し上げて知らなかったんですよでご縁がありましてね、こういった形でね今日本当にご紹介させていただくにあたり、はい、こういろいろ内容をお聞きしたらこれは素晴らしいな、ただなんか歩くだけっていうのはつまんないしとかっていうところの中でね、まあ、でもそういったインストラクターの方をこれからもどんどん養成をされているわけですよね、はい、社長が、はい、ドイツでは医療がベースになってますんでね、はい、そのところをちゃんと理解していただいて、運動指導をこうしていくインストラクターの人をたくさん増やしていきたいなというふうに思います。そうですね、でその方たちがきちっとついてっていうことでコースをご案内していただけるということで、はい、安心だし、まあ、今持ったのは個人でそれぞれのペースに歩けるということですよね、はい、そうですね、コンセプトは頑張らなくてもいい、頑張らなくてもいい、もう普段仕事や家事で頑張ってますので、せめてウォーキングするときはですね、頑張らなくてもいいよっていうですね、そういったことをこの都市部から発信できたらなというふうに思ってます。そうですね、まあ、初めてこういう都心からということをね、イベントをされるということで、次回は2月のいつでしたっけ、26日、はい、どこに来ればいいんですかね、26日を。これ皆さん参加できますよ、ね、あ、なんかね申し込みもう定員オーバーぐらいにもうなってらっしゃるみたいですね。あ、はい、そうなんですか、はい、でもね今日こう名前を覚えていただいて、はい、これから、ね、はい、この公園にコースができたので、はい、またイベントをね、はい、もうたくさんやっていただいて、クアウルト、はい、健康に歩こうみたいな形でぜひね、はい、また参加していただける機会が ね多くなるといいんじゃないかなと思いますけれども、はい、どうでしょうね、今日スタッフの皆さん、はい、参加したくないですかみたいな感じでどうですか盛り上がっておりますということでね、まあ、名護中部と一緒に、はい、この健康ウォーキング久屋公園のコースで、はい、ぜひまたねイベントと含めてやれればいいかなと思ってますので、はい、今後ともねよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、そしてますますの、はい、ご活躍をお祈りしておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、今日はこの名護中部にご縁ありましてご出演をいただき、そして動画もね、はい、
私ども撮影させていただいて、はい、これをどんどんまたね使っていただけるということですのでね、はい、皆さんぜひその動画でもね素敵なモデルの、いや本当に素敵な動画ありがとうございます、ね、え本当にモデルさんを ね使って撮影させていただきました、はい、そしてまた新しいイベントまた動画撮ってまたこちらにいらしてください、はいね、ご出演してくださいということで今日はありがとうございました。それでは最後に、はい、恒例のナゴチューブをさせていただき、はい、今日は終わらせていただきます、はい、それでは、はい、ナゴチューブ